で昭和20年7月28日、兵庫県相生市にある有馬造船所が空襲されました。で、この空襲をね、写した写真があるんですが、それがね、1枚しかないんですね。なんでこれが1枚しかないのかという、他の町をね、空襲した写真というのは、もう連続写真で写してますのでね。連合軍の飛行機から。 たくさんあるんですが、ああいうの空襲をうした写真はね、1枚しかないんです。その1枚があるということは私、知っていて、で、最近はその写真をアメリカの公文書館から取り寄せて、公開されている方がおられて、まあ、そこに連絡すれば使わせてもらえるということなんですが。でも あのその方に聞いても1枚しかないよということなんです。で、なんでね、写真が1枚しかないのかというね、その謎を私はこの山本さんのね、本を読んで知りました。あ、こういうで1枚しかないんだということですね。うん。それを話していきたいと思います。これ山本さんの本です。山本さんですね。 ちょうど私の顔で隠れてるかな。で、初めですね、この、清木山戦争という、これを作りました。で、その後、真ん中の青い表紙のやつ、これがね、改訂版なんですね。で、さらに、中心蔵と伊勢神宮という本も作りました。 で、山本さんってね、私より一つ年上で、相生に住んでいる人でね、まあ私のお友達のような人なんですけれどもね、去年本を作りたいんやけど、って、のでね、Amazon で作りと。Amazon で作ればね、原価、格安、コスト安くできるし、で、a z o n で販売できるから、まあ、売れるかどうかは別にしてね、 たくさんの人に知ってもらえる可能性もあるから、作り方私が教えるから、作りって言ったらですね、作ってみるわ、と言ってね、作ったんです。そしたらね、すごい本でね、見てください。こんな分厚い,いです。370ページもあるんです。私が作った本で370ページって本ないですからね、これ370ページのね、本をね、作るってね、 かなりの力がいります。で、私、いろんな方に Amazon でね、本作りましょう、作りましょうって紹介しているんですけれども、まあ、今まで最も力作を作られたのがこの山本さんですね。では、この本の内容を紹介していきたいと思います。あペーパーバッグ4000円で、 電子書籍500円ですが、非常にリーズナブルな値段です。で私も相生に住んでますので、昭和20年一月28日の朝、相生の街が空襲されたということは知っていましたで。グラマンに追っかけられてなーってね、いう経験をね、話して、 くださる人もおられますしね。いや実際、この時死傷者も出ているわけです。で、その時のね、ことは、朝、アメリカ軍のグラマンが襲ってきたんやん。で、グラマンが爆弾を落とした。で、グラマンに機銃操作された。で、被害が出た。 というふうに、いうの街では伝わっているわけですね。で、その空襲をね、写した写真はないのかってで、ないと思ってたんですが、10年ぐらい前ですね、写真があるということを知りました。それはこの写真です。ところが、この写真がね、手に入らへんかったんですね。で、写真に、この文字が、 刻まれているところから見て、アメリカの公文書館から出たもんだろうということはね、わかるんですけどね。まあ、私も英語ね、得意じゃないから、アメリカの公文書館から取り寄せるというのも難しい。うん。って、まあ、思ってたらですね、山本さんがこの写真をどうしても本に使いたいということでね、えー、探し回ったら、 ウェブサイトでこの写真を公開されている方がおられてですね、その方に連絡取ったら、では、その方の、まあ、あ許可を得て使ってもいいですよ、ということで、この本の中にこの写真が使われています。で、これ右側の写真なんですが、これはね、あいいのすぐ隣のサコシに 泊まっていたセリア丸という船を爆撃した時の写真です。でセリア丸を写した写真が2枚あるんです。相生のハリマ松応戦所を写した写真が1枚あるんです。合計3枚。これが相お及び相生周辺を7月28日に連合軍が撮影した写真なんですね。うん、もっとあるはずだと思うんですが、今のところ。 アメリカ公文書館経由で私たちの目に触れるのはこの3枚ということになります。で、中でも、ハリマゾー選手の爆撃を写した写真は今のところこれ1枚しかないんですね。で、ここにね、書いてあるデータからいろんなことがわかります。えっと、7月の28日、午前7時30分である。 で、ここに F24 と書いてありますが、1500。これは高さ、高度のようですね。で、この F24。これの意味。ここもね、F になってるでしょ。この F というところに大きな意味が実はあったんですね。それから、ここに24と書いてありますが、この24と46は何かというと、これカメラなんです。24という カメラがあるんです。46というカメラがあるんです。で、その前の記号が F と K とあるんです。で、それぞれの意味をね、説明していきます。で、7月28日。この日はね、連合軍の大攻勢の日でね、特にクレには950機。 の大量のですね連合軍機がクレー軍港を爆撃して、もうこの時日本軍の船で浮いている船はほぼない、大きな船で浮いている船はほぼないという状態になってしまいました。で、このクレ空襲の時に連合軍の,の一部がアイユいの播磨造船所の方の空襲に向かったん ですね、ところでこの写真なんですけどこれ3月19日なんです。呉空襲の初めの頃ですけどねここでうまいこと爆弾を回避しながら動いている船これね実はヤマトなんです戦艦ヤマトなんです。でこの時ねうまいことヤマトはね爆撃を回避したんです。 中では無傷に近い状態だったので、その後、4月初めに沖縄に向けて出撃して、で、撃沈されるんですね。うん、この時に爆弾が直撃していたら、ヤマトが大破してで、動けない状態になっていたらどうかなということもあるんですか うん、この時、ヤマトはですね、うまくですね、爆撃を回避して、その結果、沖縄特攻に向かうということになります。で、今日は、この、ヤマトの話ではないのでね、あいよいの話ですので、まあ、ヤマトの話はそれぐらいにしておいて、次へ行きます。で、さっき、あいよいを空襲した写真は3枚あるって言いましたが、 これが1枚ですね。これが2枚目です。これが3枚目です。ここに映っている船はセリア丸です。セリア丸は南方から石油を満載して日本にたどり着いた最古の船。 かな最後に近い船です。昭和ね、20年になってもうですね、南方から石油を日本に運ぼうとしたんですが、もうほとんど潜水艦と飛行機の攻撃で日本には帰り着かなかったんですが、このセリアマルはうまくアメリカ軍のですね、警戒網をすり抜けて日本に最後に近い状態で ついたタンカー。最後に日本に石油を持ち帰った船。最後かどうかちょっと怪しいけど、ほぼ最後に近い石油の輸入に成功した船です。で、その後ね、IO 以降の近くにこう回されてきて、ここで貨物船に改造する準備をして、もうタンカーでね、インドネシアまで石油取りに行くことはないだろうって。 改造しよっか。という状態の時に空襲を受けて、沈没ではないな。角座。そこに、祖母が回転についてしまうというね。うん、そういう状態で終戦迎えるんですが、そのセリア丸を攻撃している写真です。これ、i o 湾、e、のですね、入り口で。こちらが金ヶ崎。こっちが鎌ヶ崎と言われる。これとこれですね。有馬造船所、この辺りに。 ありますでこの写真なんですが、この写真はあ7月28日ですね。28 July ですからね、うん。で、これはね、ここが K になったんですね。F と K とあるじゃないここ,これ K になってますね。ところで、このセリア丸を爆撃している。 飛行機なんですが、これ翼が映っています。ここにマークが映っています。丸っこいマークです。これ何やとアメリカ軍だったら欲しいですのでね。違うやん。こう丸っこいマークつける、つけてる連合軍機というと、イギリス軍ということになります。じゃあこれ、イギリス軍の飛行機なんかと。 ということは、日本を、日本じゃないわ。ということは、アイオイを空襲に来た飛行機は、イギリス軍機なんかっていうことになります。あ,あの、セリアマルがね、帰ってきた頃は、まだ動けたですね。えー、日本海側はね。で、セリアマルが帰ってきてから、えー 朝鮮と日本の間、あの辺りもね、ほぼ動けなくなるんですが、うん、セリエマルが帰ってきた頃、昭和20年の初めの方、あの頃はずっと大陸の沿岸っていうんですか、うん、あっちの方回っていけば帰ってこれたようですね。で、それもアメリカが、あそうやって帰った船があれやんかということでね、そこもですね、きちっとね、止めろということになって、 ほぼ帰ってくれなくなったんですが。で、ここで、この飛行機がイギリスのマークをつけている船だあ、飛行機だということが分かったかと思います。では、本当にイギリス軍が IOE を空襲したのかというとね、実はそうなんですね。IOE を空襲したのはイギリス軍で、従って戦闘機は F6F ヘルキャットではなくて、スピットファイヤーだったんです。これスピットファイヤーですね。で、戦闘機と爆撃機が組み合わさってくるんですが、戦闘機はスピットファイヤー。で、爆撃機の方は、アメリカのアドベンジャーなんです。アベンごめんなさい、アベンジャー。<laughs> TBF アベンジャーなんですが、 これをイギリスがですね、使って、からグラマンのアベンジャー爆撃機とイギリスのスピットファイア戦闘機。この組み合わせでイギリス軍が IOI を空襲しました。で、この飛行機はイギリスの航空母艦、土佐沖に停泊している、イギリスの航空母艦、停泊ではないか。土佐沖にいるイギリスの航空母艦から出発して、 で、IOE を攻撃したとらしいです。で、これスピットファイヤーって言いましたけど、正確にはね、スーパーマリンシーファイヤーって言うんだそうです。スピットファイヤーが陸軍用で、シーファイヤーっていうのが海軍用なんですね。どこが違うかというと、ここにね、航空母艦に着艦するためのフックがついています。海軍仕様のスピットファイヤー。 アイオ近辺で戦争中のこの空襲のことのね、体験記録をフィールドワークされた方がおられるんですが、その時の聞き取り調査によれば、スピットファイヤーやったというふうにね、いう証言があるんです。ただ私もね、アイオで育ちましたけど、普通グラマンガ、グラマンガって、 言うんですよね。で、その証言の中にね、いや、スピットファイヤーやったというね、証言があって、うーんって思ってたんですが、この度、山野さんが詳しく調査されてですね、記録を調べて、イギリスの空母から飛び立ったイギリスの海軍機で、戦闘機はスピットファイヤーである。だから、 え、フィールドワークして聞き取り調査された方がね、スピットファイヤーが飛んでいたというふうに記録されてますが、その証言の記録は正しかったんです。私もね、まさかね、イギリス軍のね、スピットファイヤーがアイ o u の街を攻撃したとは思いませんからね。で、i o 側の記録はグラマン、グラマンで出てくるのでね、ざっきりね、アメリカ軍が攻撃して、 戦闘機はグロマンやぞと思ってました。ヘルキャットやと思ってました。しかし、それは間違いで。シーファイヤーだったんですね。では、どうしてイギリス海軍がこの攻撃に参加しているんやということなんですが、ドイツが降伏したのが5月7日です。それで、イギリスは ドイツが降伏したら、残るのは日本やと。で、日本との戦いにも参加することによって、戦後、連合国が日本占領したときにですね、まあ、発言権を確保しておきたいということから、イギリス海軍の一部を太平洋側でね、アメリカ軍と共同作戦をとるということをしたらしいんです。 で、この部隊を第37任務部隊って言うんですが、なんで37かというと、アメリカ第3艦隊の下で動いていたからだそうです。で5月28日、アメリカ第5艦隊は第3艦隊という,うに名前が変わって、で、その下で活動していたイギリスの艦隊も第37というふうに で、このアメリカ第5、ごめん、アメリカ第5艦隊改め第3艦隊の下で、アメリカ軍に協力していたイギリス第37任務部隊の航空母艦から、スピットファイヤーとアベンジャーが飛び立って、これが IOI を攻撃したということらしいです。 で、この左側の写真ですね。i o i、e、ではアメリカ関西機、グラマンが爆撃したんだ。i o i、e、にはハリマ造船所というですね、大きな造船所があって、そこがですね、こういう50年史という立派な写真を作ってるんです。で、i o i、e、のですね、大正昭和のことをね、 調べるとき、1960年に、えー、石川島とリマ造船合併して IHI になりますが、まあ、それまでのことはですね、これが一番基本的な文献になってるんですね。さすがにね、リマ造船が50周年で作っただけあってね、こうきちっと作ってあるんです。で、これにね、アメリカの関西機、グラマンが、リマ造船所を 爆撃したって書いてあるのでね。で、実際、アベンジャーってグラマンの飛行機ですのでね、なんか i o、e、の人は、まあ、グラマンやろうなと。アメリカの飛行機やろうなこれにもそう書いてあるしなと思ってたんです。<laughs> ただ、さっき言ったように、フィールドバーグで聞き取り調査した方はね、スピットファイヤーやったというね、証言をね、聞き取りで 得ていますのでやっぱりあの本だけに頼らないで聞き取り調査するってことは大事なんですね。で、山本さんがですね、いろんな本を調べていって、これはイギリスの飛行機だということが確定したわけですが、イギリスの行動なんかを調べてね、でそういう、ね、気持ちになってから、この写真を見ますとね、 ここに F24 って書いてますね。ここがね、F になっているの。これがね、イギリスが撮影した写真なんですって。こっちもそうですね、F。で、これはイギリス軍が撮影したんです。従って基本的にはイギリスの政府に収められるわけですね。で、その後、 イギリスからね、アメリカのに対して、こういう攻撃を行ったという報告が上がってるんです。さっき言ったように、当時、アメリカ第5艦隊の下にある任務部隊としてイギリス軍は動いてましたから、アメリカにも報告が出てるんですね。その報告の中に、イギリスが撮影したこの写真が1枚入ってるんです。でこれが アメリカ公文書館にあるんですで。私たち普通、アメリカ公文書館でね、情報公開で写真などを入手しますのでね、イギリスが撮影した写真は多分たくさんあるんでしょう。だけども、アメリカ公文書館経由でイギリスの写真を入手できるのは、イギリスがアメリカに渡したこの1枚。 なんですだから、あいおいを空襲した写真というと、この写真しか出てこないんですね。それでね、やっと分かりました。時々ね、あいおいを空襲した写真というのは、新聞とか雑誌なんかで見るんですけど、全部同じ写真なんです。なんでこの写真しか出てこないんかというのをね、ずっと疑問に思ってたんです。あ、そういうことかと。イギリスが撮影して、 そして、アメリカに報告で渡した1枚がアメリカ公文書館経由で日本に入ってきてるんやと。で、1枚しかね、写してないってことはないのでね。従って、イギリスには、これの連続して写した写真がある、あるだろうと思うんですけどね。うん。ただ、えー、どうやってね、イギリスの 資料館から入手すればいいのかというのがね、わからないのでね、うん、英語でイギリスの資料館に請求して、で、相生空襲の写真を入手してくださる方がね、おられたらいいんですけどね。うん。ということで、私がいつ疑問に思っていた、どうして相生イイを 空襲しした写真は1枚かかないのかそれは、IOI を空襲したのはアメリカ、アメリカ第3艦隊の下で動いていたイギリス第37任務部隊。ここが IOI を空襲したので、イギリス第37任務部隊が撮影し、そして、 アメリカ第三艦隊に出したんでしょうかねちょっとからないですけども、アメリカに渡した写真がアメリカ公文書館から日本に入ってくるので、この写真1枚だけなんだということが分かりました。とともに、この写真を写したのがイギリス軍であるということからも、I.O. を空襲した飛行機は、イギリスのスーパーマリン・ シーファイヤー、スピットファイヤー、海軍仕様とグラマンのアベンジャー。この組み合わせだったんだということも分かりました。どういうふうに、この山本さんの記憶遺産、戦争なんですけどね、今まで、まあ多分おそらく本に書いた人はいないと思います。 私もこの本で初めて知りました。あいおいを空襲したのはイギリス軍だった。だから写真が1枚しかないんだ。ね。そういうことでもね、オリジナリティのね、溢れた本ですのでね。よろしかったら、ペーパーバッグが4000円、電子書籍が500円ですけどね、買ってあげ、 ただいいと思いますね。その、それだけの価値はあると思います。ぜひ、山本さんの本を買ってあげてください。というお願いをして、今日のライブ配信は終わりたいと思います。で、これからね、こういうふうにね、アマゾンで本ね、作った人、なんかおられましたらね、 私、ここで紹介しますのでね。うん、また、私に連絡してください。あ、それから、そうそう、言わせてました。山本さんが、自分の本をね、えー、紹介した動画があります。えー、この、今私が喋っている、えー、若狭の陣や札沢保存ネットワーク、うん、こっち側の、 チャンネルの方に移しましたので、えー、この、ね、チャンネルの中に記憶遺産戦争を山本さん自身が解説するという動画があります。2時間ありますのでね、そちらの方も見てもらえたらね、嬉しいなと思います。